東急7000系電車は、東京急行電鉄時代、池上線、東急玉川専用として5000系列をベースに、設計された18メートル級、片側3扉の軽量ステンレス車である。東急で7000系を名乗る系列はこれで2代目になる。ため、新7000系と呼ばれることもある。5000系列や後に登場した6000系と同様に、主要機器の二重化を図っている。 基本的には5000系列と共通の部材を使用したステンレス製である。同系列と異なるのは前期したように18メートル級、片側3扉とされた点と、先頭車全面形状は非常用貫通扉を運転室から見て、右側にオフセット配置された流線型を採用した点である。車体のカラースキームは無塗装の外反に緑の濃淡のデザインを施しており、 屋根部分に絶縁体として塗装される塗料も緑色とされた。床面の高さはレール面から 1130mm であり、レール面から 1100mm のプラットフォームとの段差を縮減している。乗務員室の非常用はしごは操作しやすいように小型化された。冷房装置は集中式を各社の屋根上に一気搭載する。冷房能力は6 1 0 5ットで、 電熱ヒーターを組み込んだことで、除湿や陶器の暖房も可能としている。前面及び側面の行き先表示器は LED 式で、表示は日本語と英語の交互表示である。所体は池上、玉川専用の車両では初めてゴシック体が採用された。なお、前面の表示器は路線名表示も行い、3種類の表示がなされる。なお、釜田駅を境に、 両線間を直通する場合は、線直通が表示される。車内本系列の客室内装は、居心地の良い空間の提供をコンセプトとしており、カラースキームに、木目調のものが採用された。これらには五線系列と共通のペーパーハニカム材に、アルミ板と高コーアートテックやデコラ化粧板を貼り付けた複合材料を使用している。座席は、ロングシートを基本とするが、 中間車の出派7200系の車タンブは横にプラス1列配置のボックス式、クロスシートが設置されている。ロングシート部の形状や材質は5000系3次車以降と共通であるが、座席表地は緑色系とされている。一人あたりの掛け幅は 460mm である。クロスシートの形状は、東横線、大井町線用の9000系や世田谷線用の300系とは異なり、 東日本旅客鉄道 E231 系近郊タイプなどに類似する。客用ドア間の吊り革の位置は床面から 1630mm が基本であるが、ユニバーサルデザインの一環として 1580mm のものを3個配置することで小柄な女性や子供、高齢者が捕まりやすいように配慮されている。二棚は金網構成で、 3000系より 20mm 位置を低くしている。車椅子スペースは、デハ七7200系の蒲田寄よりに設置されているが、これも、ユニバーサルデザインの一環として床面から 700mm と 950mm の位置に手すりを設置し、700mm の位置のものは、クッションを巻くことで簡便な椅子や、荷物置き場としても使用することが可能で、950mm の位置のものは、 ベビーカーの取っ手高さに合わせており、車椅子利用の乗客以外にもベビーカー利用の乗客や立席の乗客に対しても配慮されている。客室側窓は、車端部に固定式を1枚、客用ドア間に加工式のものを2枚配している。窓ガラスは、熱線吸収及び紫外線、赤外線カットを測っており、5000系列と同様に巻き上げカーテンは省略されている。 客用ドアは5000系6次車と同一仕様で、室内側は化粧板仕上げとされ、窓ガラスは結露防止の観点から、服装構造が採用されている。客用ドア開閉の際には5000系列と同じ音のドアチャイムが明動するほか、新たに開閉時に赤く点滅するドア、開閉表示灯が取り付けられている。車内の非常通報装置は埋め込み形として、見つけの向上を図った。 池上線と東急玉川線はワンマン運転を行っているが、車内で鳴らす発車合図用のベルは、1000系、7600系、7700系とは違い、本系列では、東急の駅で使われているものと同じベルが使用されている。車内の詳細写真客用、ドア上部にはチップによる15インチ液晶ディスプレイを2機設置している。5000系列。 6000系と同一のレイアウトであり、右側の画面には通常停車駅、乗り換え案内、ドア開閉方向、駅ホーム設備案内などを表示するほか、異常時には運行情報も表示する。左側の画面には、東急グループ各社の PR 広告を表示するが、本系列では5000系列のように、動画広告が流れないので、画面上部に特区ビジョンステッカーを重布していない。近年は、 右側の画面レアウトが5050 50系4000番台などと同一のデザインに変更されている。なお、二次車の7103回7104回ではカバーの形状が変更され、同時期登場の5000系7次車と同じデザインとなった。東急の多くの在来車と同様に自動放送装置を搭載している。運転室はワンマン運転に対応した設計で、運転席は 車体中央寄りに配されている。ホーム監視モニターは1000系や7700系などでは、全面上部に設置されていたが、本系列では、運転台コンソールの中央にある速度系と、左側にある電流系と、空気圧系の間に2面を設置したことで、前方視界の改良を図っている。運転室と客室の仕切り窓は5000系列と同じ、構成であるが、運転席背後の窓寸法は、 同系列より縮小されている。運転席背後と仕切り扉には車高ガラスが使用されているほか、車高膜が設置されている。主回路システムは、東芝製低損失トレンチイベット阻止によるに、レベル方式の VVVF インバータ制御で、回生ブレーキ及び全電気ブレーキ機能を有する。主回路システムと補助電源システムの冗長化を図る目的で、VVVF インバータと補助電源の 静止系インバータを一体化した、デュアルモード構成とされ、一機のインバータ装置で4個の、カゴ形3小誘導電動機を制御する 1C4、M 方式2群と SIV1 群を1ユニットとして、中間電動車のデハ7200型に搭載される、SIV 故障時には、主回路用の一機の VVVF インバータを補助、電源用のインバータに切り替えることができる。 電動機は3000系、5000系列と同一の TKM-99A で、定格出力は1 9 0キロワットである。歯車比も電動機回転数を抑制し騒音を低減する観点から87、14とされ、駆動装置に TD 継手を採用している点も3000系、5000系列と同一である。東急では3000系以降、電動車と付随車の構成は1。 一を標準としているが、本系列では、駅間距離が短く、加減速頻度の多い池上、玉川線で運用されることから、粘着性能確保の観点から 2M1T で構成される。ブレーキシステムは改正併用電気指令空気式で、遅れ込め制御を有する。台車は東急車両製造製の軸量式軸箱指示、ボルスタレス台車で、ホイールベースは 2100mm である。 基本構造は、電動台車、付随台車とも共通化されており、基礎ブレーキ装置も、型押し、式ユニットブレーキとされている。パンタグラフは、シングルアーム式で、デハ7200型に2機搭載される。空気圧縮機は、騒音低減を図ったスクロール式で、両戦闘車に各1台搭載される。池上、玉川線の保安装置は、東急また ATS タスク。 であるが、長津田車両工場に検査など入場する際は、ATC 区間を経由する必要がある。1000系0番台及び1500番台や7700系などでは、ATC 車上装置が搭載されていないために、ATC 区間の牽引車として、デア7200.7290系及び7500系、特区が必要とされていたが、本系列では、 ATC 車上装置を搭載することにより、牽引車を、不要とした。なお、ATC 装置本体及びタスク装置本体は、区ハ7300型に搭載。デハ7100型には、ATC 増幅機を搭載して、両線等車間を制御伝送するシステムである。本節にて個別の編成を指す場合は、五反田、玉川型のデハ7100系の車両番号を用いて、 7101回のように表記している。判例2007年度と2008年度に、それぞれ3両編成2本が導入され、1000 n k 4本を置き換えた。当初の計画では2011年度までに3両編成17本の増備を行い、7700系をすべて置き換える予定であったが、 2011年度末時点の在籍数は予定増備数を大幅に下回る3両編成7本にとどまった。これは2013年3月の東京メトロ、日比谷線との総合直通運転中止に伴い、東横線用の線形に大量の余剰が生じることが見込まれたことから、東横線用線形を改造した線形1500番台を池上線、玉川線に投入することになり、 本系列の増備計画を変更し、増備を一旦中止したためである。その後、7700系の老朽化の進行と線形の改造主社が復定したことから、残りの7700系を全編成を換えるために2018年度末までの予定で製造を再開することとなり、2017年度には2011年度以来、6年ぶりの増備となる3両編成2本が、 同年11月14日から15日にかけて公衆輸送された。2018年度は6編成投入され、池上線、玉川線に残っていた7700系をすべて置き換えた。ありがとうございます。